クネーフェナーゲル縮合とは、有機化学における合成反応の一つ。活性メチレン化合物をアルデヒド、またはケトンと縮合させて、アルケンを得る手法である。触媒として塩基が通常用いられる。1898年、エミール・クネーフェナーゲルにより最初の報告がなされた。クネーフェナーゲル反応とも呼ぶ。英語風に、ノエベナゲル縮合と読まれることもある。 常識のように塩基を触媒とする反応ではまず、活性メチレン化合物から発生したカルバニオンが、アルデヒドのカルボニル炭素に孵化して、アルコールを与える。続いてそのアルコールから、速やかに脱水が起こり、アルケンが生成する。この反応の前半部分は、アルドール縮合に相当する。ニトロメタンは活性メチレン化合物ではないが、これを基質として用いたアルケン合成もクネーフェナーゲル。 宿合とされる。この宿合と同じような反応で、琥珀酸エステルとアルデヒド、またはケトンと宿合をさせて、アルケンを得る手法にスターブリアクションがある。マロン酸とアルデヒドを基質とし、ピリジン、またはピリジン、ピペリジンを触媒とすると、最終的に脱炭酸まで進み、アルファー、ベータ不法はカルボン酸が得られる。この変法は特に、ドブナーポーと呼ばれる。 クネフェナーゲル宿合によるドブナーポーの例。アクロレインとマロン酸がピリジンを触媒として反応すると脱炭酸をしてトランスクリプションマイナスに4ペンタジエン酸が得られる。ありがとうございます。